参議院の財政金融委員会は今日金融機能強化法改正案の審議を行いました。民主党は対象から除外するよう求めている新銀行東京について議員などからの融資の仲介がおよそ640件あったと指摘しました。2005年4月から2007年12月までの間に新銀行東京において融資仲介と思われる件数は642件。民主党の大塚議員は内訳について都議や元都議が介したものは539件、国会議員や元国会議員が21件、都庁、新銀行東京の関係者が61件などと説明し、関係者の融資仲介が多いと指摘しました。これに対し中川財務大臣は次のように答えました。実質的なオーナーは都民の皆さんであり、そしてそれを代表している都の関係者あるいは都議会その他の皆様方ということになれば、我々の金融機関という意識が他の金融機関よりも強くなるということは、まあこれは何と言ったんでしょう、やむを得ないと言っても怒られますし、自然と言っても怒られますし、まあそういう気持ちも起こるのかなというふうに感じております。また理事会で19日の委員会に参考人として新銀行東京の大塚敏郎会長に出席を要請することで合意しました。石原知事の参考人招致については19日は海外出張のため見送ることとし、後日引き続き求めることにしています。まあ、僕ちょっとマレーシア行ってるからね、私もね呼ばれたら行きますよ。言いたいことたくさんあるから。奨励債企業に対してじゃあ国が今まで一体どれだけ手厚い準備をしてきたか、どういう実態かってこともね、私はそこで説明して、ゆえにこの銀行を作ったんだってことを理解してもらうんだ、国会にも。